どうも皆さん、おはようございます。カタカナで布団です。今回はサブウェイにてフィギュアヘッズやっていこうと思います。よろしくお願いします。投稿がねだいぶ空いてしまいまして申し訳ないですねいやー、だいぶね空いてしまったんですが、まあやっていこうと思います。サブウェイで、しかも今回はねランクマッチに来てます。皆さんはあのランクマッチ応援ミッション終わったでしょうか？どうですか僕はね、あの無事終えました。月曜ぐらいに終わりましたね。で、まあせっかくなんでね、ついでにランクマ周回していこうかなと思います。で、動画をね撮っていこうという形でやっていこうと思います。どうですかね。まあ今回はサポートヘビーアサルト、ヘビーアサルト、まあ多分ずっとこれでいくと思います。レートをなんだかんだ1800ぐらいまでいったので、まあ問題ないかなとまあ迷惑はかけずにねできてるので、サポートヘビーアサルト、ヘビーアサルトでやっていこうと思います。で、まあ周回していくので、まあせっかくなんでね、ランクマッチのまあ勝ち方というか、なんだろう、まあそのどこを重点的にやっていくかっていうのをまあ言っていけたらいいですね。まあどうだろう、わかんないけどもまあやっていけたらなというふうに思います。レート1700ですね。まあ割と高め。でも相手がちょっと53あるから、ちょっと格下マッチかな、そんな気もします。はい、50とか、まあ70ぐらい結構多くなりましたよね。なんか前のランクマは結構僅差になってることが多かったんですけど、なんか結構格差マッチが多いですね。さて、まあ、最初はポストを取れたらいいんですけど、どうなんだろうな、うまくいくといいんですけどね。レーダー、下のレーダー破壊しときたいけど、まあ厳しいね。一応レーダーの場所を言って、あー、ヘビーが一人と、まあ、でも他にもなんか結構いろんなのいるな。 AR もいるし、 AR ってか BR か、申し訳ない、ちょっと処理が遅れたバズーカもいるね。サラマン本当苦手なんですよね。ちょっとオーバースペックすぎやしませんか、サラマン。そんなことない、ちょっと味方に任せよう。前に進めそうな気はするんだけども、でもな、後ろにいるんだよな。後ろでしっかり待ってるので。来た、あー来た、味方来てくれる。どうしようかな。じゃあ両機だけ、あー危ね危ね。サラマン FG はねほんとダメなんですよオーバースペックすぎるんですよ。下から来てるな。こういう時は大概挟むのが定石なんでね、挟みに来ますよね。まあさて、こっちはどうよ。あー、ちょっとダメージだけ与えて回復阻害したかったんだけど、ちょっと厳しかったな。反対側から、あ、ちょっと待って、あれ、こっちに撃ってくるのか。やばいやばいやばい、危ね危な危な。とりあえずポスト欲しいな。下はなんとか大丈夫そうか。いやー、このヘビーなんか、う、なんか角度がおかしいな、このヘビー。どうしよう、突っ込みたいけども、いやー、ちょっと無理だな。やべ、失敗した、あっぷねー危ない、ヘビーほんとすぐ溶けちゃうな。さあ、行こう、 OKOKOK。 これ、いやー、でも後ろいるな。結構やっぱりレートが高いとなかなかポスト取るだけでも結構厳しい時もありますね。まあいけるときはなんかいけるんですけど、厳しいときは本当に厳しい。味方が頑張ってるな、なるべく。藤井ですね。あ、下から来てるな。あー、下来ない、来ないな。なかなかの膠着状態。下大丈夫かな、あれ。大丈夫だと思うけど、
あー FG だ、あっぶね。さあどうしようか。とりあえず病気が剥がせさえすれば行きたいけどね。病気剥がしに行くか。あーちょっとちゃんと見に来るな。そうだな。さあもっと来い。あーダメか。ワンチャンコアブレ入ったんだけどね。よし、ここでしょ。ここここ、ここだ。オッケー、よし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 、ワンキル。慎重に進みます。さて、このまま味方に任せてオッケーか。よしよしよし、オッケーオッケー。あー、後ろもいんのか。来ないな。なんか坂道のなんか射撃下手くそになりましたよね、両機多分。なんかバカになってる気がするんだけど、僕だけかな。あんまちゃんと確認してないからあれだけども。まあ両機のバグはね、ほんとつきもんだからね、フィギュアヘッズ。そうそうそう。どうすかなこれ。ちょっと両機を逆に空にして相手に油断させる作戦でいく。で中に入ってきたところを次のヘビー湧くタイミングで倒しにかかる感じで行きたいけど、これバズーカだったらな、ダメ与えたりとか考えるんだけど、削りきれない。あーちょっと時期の方を先やればよかったか。多分ヘビーは上のやつが見えてるか、上のやつ見てるから多分撃たないけど、ああそっか、コミさんあるんだったな。あいつ追いかけるか。追いかけて上一人だよね。あ上は一人だよね。 あいやいる。あぶね、やべやべやべやばいな、微妙にまずい。あっぶねえ。あーこっち来たか、まずい、やばい。コアコア出しこなしちゃった。あぶねえ。ナイス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 、ありがとう。あれやった。あーやれてないわ。あっぶねえ、やれてない。あっぶねえ。あぶな。オッケーオッケー、味方ナイス。いやーさえ愛の湧いちゃったか。いや正直ダブル愛のでいい気がするな。多分突き厳しそうなんで敵倒すか、まあなんかそういった感じなことをしよう。あやれる。あやったね、ナイス。あれやられた、病気湧いたかな。死ぬ間際とかね、やっぱ病気湧いたりしても見えないときあるから。あれ FG が最後刺さったのか、タイミング悪かったんだな。さてこれは押し切って勝ちたいな。ちょっとヘビー面倒だな。やってくれそう。あきっと破壊しよう。ちょっとこれ下手くそなんだよな。あやべやべやべ、あっぶねえ。あぶな。あぶな。さてさてさあ、ダメも与えて回復阻害して削り切ってくれるか味方。ナイス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 、これぞ連携プレイ、ありがてえ。レーダー破壊したい。レーダーレーダーレーダー、ちょ減った。下手くそすぎ。あ、弾ないや。オッケーオッケー、これで回復しよう。あーちょっとこれ無理か、無理だな、タイミング間違えた。そう、倒せるやつから倒していこう。ヘビ硬いなやっぱり。そう、なんか敵の人使ってるけど、アウタージアアウダーシアか、アウダーシア欲しいっすね。あー
ちょっとやっぱちゃんと見てるな、面倒だな。でも次のタイミングで絶対トツ、あーいやーいや、トツ決める、トツ決める、行くぞ行くぞ行くぞよし、ゴー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 、ちょっと失敗した、あっぶね、入ったか、あぶねー、いやーなんとか入った、ちょっと下手くそだったな、ちょっとトツが下手くそでしたね。まあでもヘビーだったしね、まあまあまあ、どうなんだろう、今のあんま突いかずにもうちょっと前線維持しといて、味方に頑張ってもらうみたいな、味方から北から頑張ってもらうみたいな感じの方が良かったかもですね。ちょっとこれ押されるかもしれない、ワンちゃん KD 差ついてるから大丈夫なような気もするけど、どうだろうね。あーこれ FG グレだな、ちょっと回避させれば、頑張って回避させるように動かせばよかったかも。やっぱねヘビーは FG グレが厳しいからね。あーてか今回普通にいつも通りの解説ばっか、解説か実況ばっかしててあれだな、いやーちょっとこれ厳しい、そうなんかいつも通りすぎてランクマッチらしいことを言ってないな。まああのうわーやべ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 、あっぶねあっぶね、やれるか、オッケーオッケー、ナイスナイスナイス、あーなんか結構体力減ってるのに、いやーうーん、あの人やれたら押せるんだけどな、あれああれいない、あー下来てたか、ちょっとこれ無理だな、回避します、アップね、ちょっと下の人来てくれないか、あこれまずいか、ちょっと待って、あやばい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 あーこれもう少しピン大きめに言っとけばよかったか、申し訳ない、やられちゃったね、あーこれ結構まずいかもしれない、ちょっとこれはあーリペはちょっとバレてなかったら、あーバレてるねバレてるバレてる、ちょリペはちょっと諦めてポスト行きます、これもうジタレ行くと多分ゴリゴリやられちゃうので頑張ってポスト維持します、ピットで爆死といるのでポストを頑張りましょう、まあ、料金もヘビー料金も開くから引き気味料金ね、ヘビー料金置いとけば問題ないと思います、多分あんま戦術はねうまくできないんですけど、もう突撃能みたいなところあるからね結構、あーこれ前に置いてもダメだな、後ろに料金置きます、これワンチャンや、あーダメか、こうやってポストをねとりあえず守っとけば突はないので、で結構守りやすいしね、中にこもれるから、オッケーオッケー、よしよしよし、やったやったやった、後ろか、料金を後ろに回してあげたいけど、あー間に合うかこれ、とりあえず前の料金からやろう、オッケーオッケー、やりきった、ふぅということで、ご視聴ありがとうございました。まあサブウェイはねほんとポスト命なところがあるので、もう突はねなんだかんだ入っちゃうんですよね、ポスト取っとかないとサブウェイは、うん、まあ、さっきの感じで突を決めたりとかもできるので、まあ、その辺ねちょっと注意して頑張ってポストをね、まあ勇み足でガンガンねポストにガツっていくのもまあ手なんですけど、まあなかなかねそういうのが難しい時もあるので、味方のね足並みを見てポストにねガッとね入ったりとかするといいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。